さんしてました。ちょっと今日別にもう一つ鼻でもらう。笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんでイタレとか。いや違いますよ、ホワイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だぶいてみようやど。あ、わかった。どうぞ。ドキドキよ。せーの。どーれー。なに今の。みんなと。ハゲちゃべん。替えのパンツ。フリムーンラジオ。生始まった始まったよ。あ、じゅな、うん、あ、ごめんね、遅刻してから。あ、すいません、皆さん間に合ってしまいました。はくしゃみよな、デジタルトータン。辰巳ありがとうね、今日は。はいはいはい、松井呼び始まりました。はい、夜9時フリモンラジオ始まりました。はぁ、あ、はい、MC モミヤビ、はい、はい、皆さんばんは。振られたことを投稿したら爆笑されるタイプ、イケペです。よっ、人生切り売り。はいはい、一気に寒くなってしまってこの前お腹ピッピしちゃいました。今夜もよろしく、ホワイティ西原です。ホワイピーピピーピヨ。分かるよねっていう人、分かります？タイガ知らんでしょ。これです、骨折です。はいはいはい。はい、ミキサーのエコザイルです。よいしょ、はい、お、さっぱり。今日は番組最後にお知らせがありますので、皆さん最後までお聞きください。うん、どうした。それと、うん、フリムーン3年目にして初めての緊急事態ですよね。ね、緊急事態何でしたっけ、エコさん。早速、ちょっとメールサーバーのトラブルでですね。そうなんです。メールが、すいません、皆さんのメールが届いてないんですよ。あ、ジュリな、ということなので急遽ですが、フリムーンアットマーク gmail.com にできれば、もう一度、うん、投稿いただければ直接読むことができますので、はい、これFM ギノワンさんのメールアドレスからうちの方にちょっと転送されるようになってるんですが、ちょっとトラブルで届いてないので、うん、お時間ある方はフリムーン、FURIMOON アットマーク gmail.com に再度お送りいただければ、うちの方に届きますので読むことができます。よろしくお願いします。お願いします。フリムーンのスペルはあれですよね、 FURIMOON、はい、です。はい、よろしくお願いします。いや、初めてですね。初めてです。あのフリムーン美化やんば、あり、
はいはい、一旦あの FM ギノワンさんのメールサーバーを経由してうちに届くシステムだったんですが、いつもはですね、今日あのちょっとトラブルで、すいません、トラブル、現在3通しか届いてないです。はい、せっかく送っていただいた方すいません、すいません、もう一度あなたの面白メールを送ってください。はい、もしめんどくさかったらね、もうツイキャスから、はい、もうツイキャスから上げてもらってもいいので、ままツイキャスから、ただツイキャス300文字以内なので、あ、そうね、挨拶抜きで単純にダバッと内容だけ送ってもらっても結構です。サバチャーさんは僕のに着席送って、あ、自分のでもいいよ、あの LINE でも、LINE し、ね、ガチャピンさんありがとうございます。はい、ということです。はい、はい、はい、というわけでオープニング後はお送りいただいたメッセージ、というわけで今夜のテーマは好きな体位。わお、上かな、これは選手スケベマヨが考えたテーマです。やば、本人すごい否定してる、ね、かわいいふりしたあの子割とやるもんだよねと。ほんとね、知らかそうたんど言われ続けたあの頃、生きるのが辛かった。すいません、進めてもらっていいですかね。はいはいはい、もうちょっと続けたかったっすね。はい、16分頃からハヤバル姉さんのいい加減な人生相談コーナー、うん、そして今夜はですね22分頃から、告知のコーナーがございます。40分頃からは名古屋支部からの中継となっています。なお、また繰り返しますが、メールアドレスはフリムーンアットマーク gmail.com でございます。皆様よろしくお願いします。またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待っています。この番組は中川名木闘牛のキラキラグループ、創業67年中村製菓、民謡居酒屋やってもーれ、南栄開発株式会社、トリプル8カズ解体、名古屋ライブハウスコタン、フリムーンファミリーの提供でお送りします。それでは今週もこの時間がやってきました。イケペさんよろしく。はい、10月ラストボーいきます。わお、サイマル放送もやっています。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。はい、はい、ナイスティーク。インターン CM です。なんでそんなにかな。しかも今日たどたどしますなんと、エコさん反響がもうすでに来たそうですね。ありがたい、メールが来ました。あのメール、あの現在5通まで回復しました。ありがとうございます。やはりフリムーンラジオは皆様に支えられてですね、やれてますね。あ、しかもみそさんありがとう、うん、ナイスフォロー。あの直接あのツイキャスに書き込んでくれてます、アドレスを。バッチリ、
はい、これで素晴らしい棒って、ただサザンさんが素晴らしい棒、今までどの女性にも言われたことないのにまさかの第一声がサザンさん、ね、で、あの、じゅんちゃんもうまい棒もらったって今日あ、そうなんだ、みんな棒好きね、ほんと ね、まあまあ、もう少しですよ、うん、スラスラと読み上げるようになるの言い続けて早すぎもう大器晩成型ですから、うん、もう3年ぐらい経ってないそれで読んな読んな、そんなに3年も経ってない、大丈夫ね、うん、はいはい、あ、じゃあ貴重なの行っちゃいますよ、はい、どうぞ、はい、メール、はい、重たいメールが来てるんですよ、もう来てるよ、これはまだ大丈夫だった時のかなと思うんですね、そう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 、うん、こんばんは、フリムーンメンバーの皆さん、ゲストの方、リスナーの皆さん、兵庫のミーさんです、お、ミーさんの大投稿は何だろういや、先日の台風は雨がすごくてめっちゃ怖かったです。沖縄の方からしたらそんなことないかもしれませんが、久々に直撃しました。さてさて、今日のテーマは何やら怪しげなテーマと思うのは私だけではないと思います。何なんですかこのテーマ。残念ですが希望にはそういかねますよ。私の好きなタイは三角座りです。知らん間に無意識でいつも三角座りになっているからきっと好きなんやと思います。他の人に期待してくださいな。ではまたメール出します。皆さんまたよん、ありがとうございます。娘が三角座りに、マニアックですね、三角座り、うん、あれですよ、体育座りのことじゃないですか、うんうんうん、体育座り、膝抱えるやつ、あんなやつは体育座りって言わんのか、体育座りだよ、なんで、あ、体育座りまたは三角座りなの、ああ、やんば、あ、いや、ありがとうございます、好きな体は三角座りなるほど、あ、でも芸能人がよくあのちょっとスポーンって脱いじゃった時に裸で三角座りしてちょっと大事なところ足で隠すみたいなことするじゃん、ちょうどうまい具合、うん、こう、うん、足からこうくって、あ、ありますね、うんうん、あ、こんな感じ、はい、来てますよ、フリムーンの皆様、名古屋チームの皆様、リスナーの皆様、こんばんは、はい、こんばんは、沖大沖中北海道のじゅんちゃんです、はい、じゅんちゃん、はい、次はじゅんちゃんさんの対イメールですね明日楽しみやすさ、はい、よろしくお願いしますって来てるから、え、今日の札幌めちゃくちゃ秋晴れで昼間は暖かいけど朝晩はなまら寒い、今週末はタイヤ交換しなきゃね、今日のテーマ、諸事情によりコメントを控えさせていただこうと思ったけど、ああ Facebook の内容を読んだらそれはタイではなく姿勢というものではないでしょうか爆笑、大人の事情か私の寝る時のこだわりのタイは横向き、横向き、左を下にしての横向きです。なぜかというと私気管支が弱く左を下にすると気管が広がりやすいと聞いてからですね、 あと一度金縛りにあって横向きで寝るとかからないと聞いたけどかかったなやっぱこれは姿勢だな。沖縄も少し秋っぽくなってきましたか、季節の変わり目体調に気をつけてくださいね、まったよって、ありがとうございます、ありがとうございます、まとめますと、うん、じゅんちゃんさんの好きな体位は横向き、うん、右を下にしての横向き、うん、はい、じゅんちゃん起きろ来た時一回ワンと眠ろうね、本当だね、うん、横向きがいいはずよ、栄養サボチャーから調子がチャンスが、はい、うん、やっていい、はい、いいよ、ボイスもあるよ、あ、お願いします、お願いしよう、うん、ボイス、うん、ボイス、じゃあ、うん、ちゃっちゃって、はいはい、マサオさん来てるよ、はい、はい、さえフリモンのぐすよ、ユーサバチャーと申します、チャーリスおりまってよ、はいはい、昼夜私のためのテーマ、いっぺんにフェーデービル、アンシェヒーパーラミカチウチチミシェービリ、ドッキーじゃなくてタイのテーマ、はい、いきますよ、はい、今日のテーマは大意ということで、二人という意味ではないそうです、安静うちみせびり、すごい正常。
はい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 。すごいね。これあと数時間後にくも字の放送で聞けるやつじゃないですか。矢八郎。あらら。マサオさんチャイアイ見たかや。でもすっさ。いやもう反響来てるよ。パチ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 。はい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 、はい、ありがとうございます。サバちゃんのメールは今のにこれ15ぐらい入ってるわけ、いろんなのわけよ。甘くまん。はい、はい、次メールある。はい、あその前にちょっといいですか、うん、ツイキャスで、野の中の銀の蛍さんが、はいはい、ちょっとうまいの来てましたね。おっといいですか。はい、あのあいうえお作文チックに送ってくれてます。たた、うん、たくさんのメール、うん、い、うん、インターネット経由で、うん、い、一体どこ行った。たい、い、おー、あー当たってるね。あーすごいや、今日のトラブルにぴったりな音声投稿からあいうえお作文から今日はバラエティに飛んでますね。ね、飛んでるね。いいね、違法なメール調子が。はいはいはい、いいんじゃない。たまにはこういうトラブルもいいんじゃないですかね。こう ね、なんか助け合ってやってる感じがして、はいはい、いいかもですね。アットホームな雰囲気でお送りしております、はいはい、グリムーンラジオ。はい、またまた、おい、すいません、これもトラブルというか、とうとうと、はい、携帯捨てといて、そこにとうとう、はい、モミの携帯いらんからもう捨てといて、はい、次、はい、うん、あ、モミが慌てて、あ、新品どう、いい、はいはい、あの、のりさんからね、急遽自分の方にメッセンジャーで届いてます。メールが送れないということで、はい、皆さんこんばんは、こんばんは、はい、こんばんは、のりですと、はい、今日のテーマはなかなか悩ましいテーマですね。うん、はい、いろいろ好きなタイがあって選べないですと、うん、うん、決めれん、うん、やっぱり3点攻めのね、てん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 って、これ以上ちょっと無理だな、うん、うちもそうかなって、うん、3点攻め、それか喉輪で押し切るのも変態。のりさん変態、喉輪ってよ、もう SM だな完全に。あ、え、違う、うん、違わない、いや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 、これ相撲じゃないよ、のりさんダメよ、喉輪でって攻めたらもう変態。ありがとうございます。サンさん、これラジオですから、あんま直接やり取りしちゃう、あ、わかんない、皆さんガラス越しでおっさん2人が喋ってました。そうそうそう、森さんが違う違うって言うけど、いや、その単位でした。はいはい、ダメじゃないけどね。次、まあまあ、どうぞどうぞ。はい、フリムーンメンバーの皆さん、名古屋チームの皆さん、大阪からこんばんは。はい、こんばんは。ひなにわんちゅーるです。はいはいはい、今日は好きなタイですが、やはり寝ている姿でしょう。以上、メールサーバートラブルで大変ですが、これに懲りず最後まで頑張ってください。頑張るよ。のりさん、ね、ありがとうございます、うん、すごいね。はい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 、はい、ありがとうございます。のりさんの添付ファイルもやべえな。本当。うん、あはあはあ、来てる、こっちにも、うん、こっちにもちゃんと出てる、あ、のりさんの、うん、来てるよ。来てた？添付ファイルまで来てるよ。あー、うん、はい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 、今のりさん好きだね。あ、こっちにも間に合ったんだ。うん、あはー、なるほどねって、はいはいはい、じゃあ、あの、パールディスティニーさんからも来てる、はい、来たなーって、来たなー、下ネタに食いついてきたーってって思ってるでしょ、当たり前、当たり前じゃんって。おっと、好きなタイ、うん、誰そんなテーマ出したの、うん、まさかの純子姉さん。マヨだよ。純子姉さん、マヨだよ。で、朝旦那に、うん、好きなタイだってって言ったら、うん、シャチホコ松葉崩しって、分かる人しか分かりません。はあ、これ、ちょっと夜のね、四十八手という四十八手のあれですよね。はいはいはい、で、何それってマジ知らない、誰か教えてって。へ、あ、この添付ファイルで見ればわかるんじゃない、はい、もしかしてダーワンが鳴らした、うまくいくよ。いいよ、あの、姉さんに直で聞いてみましょう。ちょっと、今日時間短いんですが、yes, yes, うん、はい、一旦じゃあちょっと CM 入って、はい、お呼びしましょう。
シャチホコ。うん、初めて聞いた。あらそう、姉さん、姉さんいつの間に、何来たわよ。来たのね。だって先週からほら、ちょっと変わったじゃない。うん、ハエバビキ。うん、先週はちょっとね、初めてってこともあって、うん、びっくりしたんだけど。そうか、今日姉さん残念なことね、ハエバビキがてん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 一つ来てるんだって。あ、来てるの。あ、そうなの。あれ先週の。うん、ああいいわよ、じゃあ仕切り直しね。どこあるの。どうしたのかしら。あ、イで、ハエバビキイで送ってくれた皆さんごめんなさいね。あ、ツイキャスからもじゃあ拾っちゃおうかしら。ほんとだ、ある。こっちからいい、まず、埼玉の NK から、うん、今日ハエバビキイ、うん、石野陽子、うん、あのね、うん、志村けんと過去に何かあった人。もっとツイキャスから送ってくれてもいいわよ。じゃあちなみに、うん、白子ちゃんまず姉さん、い、何来てる。来てんの。来てる。来てんの。来た、この方。ハイバル姉さん、フリムの皆さん、こんばんは。振られたことをメールすると同情されるタイプのラジオネーム、三代目メンソール村沙トムです。あれ、なんか聞いたことあるわね。先週は失敬しました。いまいちコーナーの趣旨が分からなかったので普通のメールを送ってしまいました。今週もよく分からないのですが、とりあえずあそこでお願いします。先週に引き続き今週もまた台風が近づき大荒れな模様ですが、姉さんの性欲も暴風域に達しないようにお気をつけください。それでは今夜もファイト。え、で結局は何。まあ先週のハエバビキのあで始まるあそこって聞いた。あそこね、うん、はいはい。良いもの、お、時に悪いもの、おっと深い、相反してんのよ深いは。あとうまく読めるかどうか分かんないけど来てるわ。ハエバルネーネーかい。ハイサイ、ハエバルネーメーねえねえ、ワンあれやすさ、最近ニービチ道具のお調子が悪いんですよ。まるまるあぐらして足がアネール順に効くかや、効くなら使いたいやすさ、ちょめちょめちょめスタッコラーさっさーの時に。白子ちゃん、うん、あのね、うん、拒否する権利もあるのよ。全部受け入れちゃうタイプだから姉さんどうしよう。治んない、ビッチね、治んない私この性格。昔からそうだった姉さんからこっぴどくあの時言われたのに。すぐまた開くんだからね。バーボン飲みながらあんなにこっぴどく叱られたのに私またやっちゃった。女の差がね、本当怖いわ。変わんないよね。怖い、死ぬまで女そうね、女はいつだって女ありがとう姉さん、なんか元気もらったじゃあね、うん、いいかしら、うん、キャスから、うん、サザンさんと沖縄ニワンチュールさん2票入ってるんだよ。あら、ね、ハエバビキイ、うんうん、イケペこれね枕言葉がつくの、うん、みんなの。あ、なるほど。皆さんお気をつけ遊ばせ、うん、一人のものじゃないの。あ、ちょっと前まで一人のものだったんだけど、あ、諸事情によりみんなのに戻ったの。なんだろう、なんか寂しくなってきちゃった皆さんどうしよう。大丈夫、うんうん、飲みに行こうかね、飲みに行こう。バーボン煽っちゃおう、煽っちゃおう、行こう姉さん。クロスしちゃおう久しぶりに、うん、行こう姉さん。じゃあ、うん、私帰るね、うん、来週はサーバーは大丈夫だと思うので、うん、来週ハエバビキはウで、うん、お願いします。はい、ウでお願いします。最後にサウロお兄さん、イラミナ前子、おっとまだ行けます、うん、おっ、じゃあさようなら。フリモの番組やって順にわたふらと思われてないかや。だからよ、リスナーまでみんなフリモン封じになって、そろそろフリモンラジオ終わるんじゃないか。はい、ヌガマリはフリモンの人大好き、萌え萌えキュン
力です。よかった。生まれつき感じを見せたよ。いけないよ、ミスさんに。わかるふりもね。フリムーンラジオ。はいはい、今日はまた、うん、中谷有さんにスポンサーのそうとの電話、うんうん、ガイドントどっかね、はい、お店は民謡、民謡居酒屋やってもらえる、うん、ああはいはいはい、もう早速呼んじゃって、うん、大丈夫、うん、うん、はいはい、オッケー、はい、はい、じゃあいくよ、ビンド、はい、うん、やってもらえさーん、もしもし、どう、あー、来た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 、はい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 、チェルジョンだガヤガヤしてる、ガヤガヤしてる、もしもーし、もしもーし、はい、大将、どんな大将、手持ちの上司が大将よ、はい、ね、どんなもしもーし、もしもーし、もしもーし、ただただ会場内のにぎやかさをしている時間、そのまま、まあまあ、話しびかちち、やってもーれの声聞こえる、もしもーし、やってもーれの声聞こえる、やってもーれの声聞こえる、なになに、やってもーれが聞こえない、力んばよ、あ、そうなんだ、うん、はい、これ、はい、あ、じゃあ調整してる間に、うん、はい、好きな隊員は何、コスさん好きな隊員、隊員、うん、あ、じゃあまずモーミーさんが答えるので次骨折さんです、あ、分かれた、隊員っていうかよ、取って投げたり、取って投げたり、だって取って投げたりするのが楽しいわけよ、勝ち見てから相手喜びます、それ、あ、喜ぶよ、デージ早もっとやってるんですよベッドンか一度バンメカサイズかあーらららデージだと、もしもーし、はい、ちょろかった、はい、大将、モミさん聞こえます、あー、チカリード、はい、こんばんは、こんばんは、はい、んんはやってもおれです、はいはいはい、やってもおれ、はいはい、にぎやかだね、あ、うん、名古屋です、あ、名古屋です、アキナです、アキナー、ヨーガリー、ヨーガリー、ヨーガリー、最近ダイエットしてるみたいだからね、この人たちはそうそうそう、あのね、今年のね、うん、あの12月の第1日曜日までに、アキナが20キロ落とすっていうことをちょっと契約してしまって、あ、順にな、笑いすぎですよ、あの、みんなアキナ、アキナ分かるから分かるじゃないですか、うん、分かるよ、20キロって言ってから、うん、で、なんか知らんけど、僕もなんか強制されて、うん、あの僕は痩せるじゃなくて、アキナが痩せんかったら、うん、僕もお金払わんといけんくなってから、あ、いやいやいや、じゃあ痩せないとダメだね、うわー、そうだから10月いっぱいはいいよって、11月から痩せんかったら削るよって言ってるんですよ、あきら、ゆんこさん笑いすぎです、アキラ、何キロ落とす、20キロです、いつまで、12月の10日まで、ちょ、だからその10日、1ヶ月しちゃう、1ヶ月、ちょ、嘘でやー20キロはい、え、わ、わがズンバやってから今5キロ落ちてる、うん、あ、本当ですか、うん、でも、うん、あきらは今 10キロや落ちてますね、今、あ、本当にな、 あとじゃあ10キロだ、あとじゃ、まあ、はい、そうですね、ここからが勝負だと思うんですけどね、あっしゃ、もう、今度あきら見たら見違えるほろむろむらするはずや、本当だね見てみたいさ、まあ、もう汚れてくるからさ、あ、はい、時代はダイエットですね、ダイエット、はいはいはい、そうそう、僕も一度でもいいから太ってみたいなって思ってるんですけど今十分太ってる今、あ、僕は太ったことないんで、いや、今大将、お前の力のままでじゃねえ今一回大将の痩せてる時の写真見せてもらったけど、うん、河村隆一だったからね、あ、ジュニな、うん、いやいや、あの、キムタクって言われてましたよ、元はキムタク謝れ、キムタクキムタクキムタクじゃあ解散させてすみませんでした、どうもありがとうございました、いい、うん、
というわけで大将、はい、お店の方はどう、はい、年末年始の感じは週末土曜日とこは埋まってきてるんですけど、うん、平日は全然空いてるんで、うん、ぜひ鍋の食べ放題とか、うわすごい、お酒飲み放題で、うん、3,000円でやってますんで、あすごい安い、またうん、民謡ライブやってますんで、あ、はい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 、今度、まあ、終わりもせずに歌してね、あ、よろしくお願いします、はいはい、もみさん楽しみにしてます、はいはい、マクチョーケー、うん、またね民謡のあれとかもチャージとかこんなこっちはもうないんで、うん、はい、またよろしくお願いします、はい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 、お願いします、はい、はい、で、ところで年末はいつまで営業してますかね、12月31日まではやる予定でございます、うん、すごい、年明けは年明けはですね、うん、3日まで休んで、うん、4日からやる予定でございます、すごい、いいんじゃない、ありがとうございます、はい、もうでもその前に年明ける前にまず予約からお願いしますね、ね商売上手だ ね、 もね、何もらったってかもしれないですよ、あ、そうなんだ、明日新年会すぐ入れようね、うん、そうそうそう、あ、できれば何日前までに予約入れてほしいとかあったら教えてほしいんですけど、ちょっといつも混み合うんで、うん、2時間前に行ってもらえば大丈夫です、あ、すげえ2時間前めちゃめちゃすごい混んでるな、めちゃめちゃ対応してもらえるじゃんすごい混んでるね、30分までは大丈夫です、いや、怖い、でもね、これから混むからね、一回電話してから来てもらった方が全然助かるっていう感じじゃないですか、ね、そうですね、うんうん、本当に1日前であれば全然大丈夫ですので、うん、ああ、OK、 ですね、はい、よろしければ、はい、よろしくお願いします、また、オフ会の時とかよろしくね、あ、本当だね、何やもん、もうぜひ、またよろしくお願いします、はいはいはい、大丈夫だよ、マルバイならなんから、ここは前はごめんね、マルバイして、マルバイ怖いなぁ、もみさんのみたいの、もみさんのみたいな、もみさんのみたいってよ、あ、もみさんの、あきら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 、はい、二人でや、二人で、あ、うん、よろしくお願いします、はいはいはい、やめて、あきら逃げて嫁入り前なのに逃げて、噂では北のテポドンって呼ばれてるみたいですけどどこの、どこ来たので、金火団から、金火団のテポドンって金火団から来た、その噂はスカットミサイルでも僕もマンジョン暴行なんで大丈夫ですよ、おっとめっちゃ流されアキラ、アキラ上や、おしたはい、はい、わかりましたあ、いやいやいや居酒屋、うん、やってもおれ、うん、はい、んよろしくお願いします、はい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 、また予約とかもまた待ってますんで、ぜひよろしくお願いします、 OK、 はい、わかりました、言ってくれよ、このラジオでね、ラジオ聞いてからね、うん、あれだったら3000円とかで飲み食べやってるんですけど、はい、ラジオを聞いてってことはご意見安くしてからやりたいと思いますので、よろしくお願いします、すごい、設定しとこうや、ありがとうございます、オッケーオッケー、はいはいはい、わかりましたまた、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくね、はい、どうもありがとうございました、はい、どうも、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます、はい、はいはい、すごいですね、はいはい、こんなすごいんだけどちょっと肝心な電話番号言ってないんで、ちょっと今から言いますね皆様、はい、民謡居酒屋やってもおれ、電話番号は0988751411で、フリムーンって言わなくてもラジオ聞いたよって言うと、3000円飲み食べ放題が2500円になるそうです、皆様どしどし予約してください、プラス軽き抜きの水もプレゼントしてくれるそうです、おっとなんだそれカルキルキの水カルキ抜いてどうなるの水ですね水食べてって言ったらバケちゃうかい、はいって出されるの、うん、おおってしか言えないです、ボウフラ入りよ、ボウフラ入りはい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 、今日はちょっと早いんですけど、ちょっと呼び出してみましょう、はい、イエーイ、はい、どうぞ社長こー社長こー
シャチホコみたいな体位はどうでしょうか。大胆だな、今夜は。こんばんは。好きよ。ダメよ。ダンサーズでございます。ダンサーズの好きな体位は何ですか。シャチホコです。名古屋みんなシャチホコじゃないか。さすが名古屋んちゅう。あのシャチホコ皆さんご存知ですよね、どういう形してるか。あのおっぽが上に上がってますよね。はいはいはい、そのものです。ですよね。これを得意としている AV 男優、昔活躍してましたね。ああタカちゃんね。ということでですね、はい、あのそれはさておきですね、さておきましょう。今日はですね、こんなね、こんなトークをね、スポンサーさんの前で、ね、お話しするのはどうかと思うんですけども、はい、今日はですね、ここからですね、大事なお話がありますので、はい、この大事なお話を今から、このいつもヒヤヒヤする方に変わります。こんばんは。喋りはいつもね、トラブルの滑り用事でございますよ。だけど、今日はトラブルなしでございます。じゃあ、マツコさん、まずは好きな対応お願いします。あのね、それをちょっと後から、あのね、ツイキャスの方でね、ガラスの青年さんがね、マツコさんと呼びかけてますので、はいはい、一言。元気ですよー。今日はね、あんまりね、滑るトークをしちゃいけませんので、今日はお出かけ放送でございます。いつもお世話になっていますね。沖縄料理のお店、青森王国さんからですね、名古屋のね、スポンサーさんでございます。トリプルエイトさんのね、会社の PR をしていただきたいと思います。社長の川口社長です。よろしくお願いいたします。お願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。トリプルエイトの川口です。はじめまして。あ、よろしくお願いします。こっちは見えてますよ、そっち。あ、見えてる。はじめまして、あの真面目な顔で聞いております。こら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 見えてるってば。あ、見えてるんですね。あ、隠しあ、隠した、隠した、もみ隠した。なんか動いとる、動いとる、動いとる。もみやらんくていいから、はいはいはい、ちゃんと聞いて。もみさんですか。うん、頭隠しの誰からだろう。ですね、もうあんまり、モーミーさん、もうあんまりお月様隠さないで、見えるようにしてください。川口さんにですね、はい、どんな事業内容かでもですね、お話ししていただきたいと思います。真面目に言うと、トリプルエイトは、自動車の、うん、自動車買った後に、皆さんがお世話になるとこなのかなと。例えば、ガラスが割れたりだとか、フィルム貼ったりだとか、コーティングかけたりとか、そういうことをやってる、会社です。そこが、まあ、主な事業で今やってるとこなんで、何かあったら、車のことに何かあったら、トリプレートに連絡してもらえたらありがたい。あ、車販売とは別に、もう、メンテナンスだけ。そうですね。車の販売でも何かあれば言ってもらえばいいんですけど、特にメインが自動車のガラスだったり、フィルムだったり、コーティングというふうで、あんまりちょっと一般の方にはまだまだ浸透はしてないとは思うんですけど、結構専門事業っていうことで、名古屋の方では頑張ってやらせてもらってるのかなと。これはトリプルエイトは、看板は8が3つついてるですかね、字面っていうか。はい。はい、そうです、そうです。ああ、蜂が3つ並んでて、トリプルエイトさん。はい。ああ、はい、わかりました。気になってたんだ。すいません。気になっていたんですか。888じゃないです。888じゃない。間違えて888とか言う人もいるんですけど。それステーキ屋ですね。そう、ちょっと、それと間違えちゃうとちょっと僕も、悲しいかなっていうのがあって、はい、やっぱ看板って大事じゃないですか、はい、印象を作る。そうなんです、そうなんです。まだまだやっぱり888の方が有名なんで、それがまあトリプルエイトの方が有名だねっていう風になってもらえたら、あーですね、事業も成功してきたから。川口社長、車のガラス以外にもその住宅の方ですね、の方にもガラスもやってみるところを聞いたんですけども。そうですね、住宅のガラスが例えば割れたりだとか、台風で割れたりした時でも電話してもらえれば、
すぐに対応させてもらいますんで行ってください。うん、そしたら、電話番号ですね、あの社長の方からお願いします。はいはい、名古屋なんですけど、052-653-0071、以上です。そこは蜂は少しも絡まないんですね。本当だ。蜂が出てくるのを待ってたんだけど、こっちずっと聞いてて、こう蜂蜂がない。あれ、ちょっとまだ、まだちょっとフリーダイヤルで、その888に絡むところは用意できてなくて、もう少し事業が安定してきたら取ろうかなと。最後の番号が出るまでみんな静かに待ってたよ。最後は8、8、8、1みたいな、うんうん、しかも、独特な区切り方で、さすが社長、はい、素敵、素敵です。社長真面目だね。うん、あのね、ジュンジュン、はいはい、ホワイティさん、あのね、今日ね、こちらね、青森陽子さんはね、あの、はいはい、オリオンビール祭りをやってましてね、今日こちらすごくね、盛り上がってるんですけども。いいなぁ。皆さーん、盛り上がってますかぁ。おぉ、あー、盛り上がってるね。すごい。このうちの半分は桜ですね。おぉ、桜がいっぱいなんだけどね。酔っ払いばっかり。あ、酔っ払いばっかり。あのね、いつもね、王子飲んでるって言われますけども、うん、一滴もいつもね、飲んでないですからね。それでね、シラフであのクオリティなんですか？殴られたよ。え、一滴も飲みませんよ。うん、うん、アルコールはなし。うん。それでもバシバシ叩かれるんだから。あれ、もうやだやだ。滑りますこまん。滑ります。はいはい。あれ、この前ビーチパーティーで電話番号になったさ、ねえねえねえから連絡取ったか？いや、まだですけど。まだ100点せえ。まだですけど。あれあれあれも嘘つけやったー。モモミーさんよく見てましたね。シークレットだったのに。ちょっとマスクマンさん、それはちょっと。あれ写真に撮られてフェイスブック載せられてたじゃないですか。ですよね。あの悪いことはできないですよ。やってるし。怖い。怖い怖い。じゃあこの流れで好きなタイ聞いてもいいんですか？はい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 、皆さん、今日も今週もツイキャスありがとうございます。あら、待って、好きやったらいい。え、みそのいいですか。ガラスの青年さんからガラス修理ライバルかっこ笑いってなってますけれども、うん、ガラスの青年さんはガラス屋さんなんでしょうか。あ、ガラス屋だよですね。なんと沖縄のガラスの業界のライバルがいらっしゃいました。そしてですね、浦添ののりさんから、王子シラフなんだいつもっていうことでですね、北海道のじゅんちゃんさんからもそうなの、王子シラフということで、とてもシラフに思えないみたいですよ。だってあれまともな人間だとシラフではできないですよ。できないね。いや、あれはね、だからね、これ自然なんですけどね、ナチュラル、ね、ナチュラルな、トークでいつもね、盛り上げようと思ってるんですけども。なるほど、今のはナチュラルって言ったんですね。そうです。はい、はいって、あのね、イケベさんね、はい、先ほどのご質問ですけども、はい、え、私の好きなのは、マグロスター。ふざけるなー。あ、なるほど、先ほどのはナチュラルって言ったんですね。はい、先ほどはナチュラル。はい、野の中の銀のホタルさんからも、シラフだからより冷えると、ツイキャスコメントいただいております。もう、せっかくお出かけ中継したのに、なんだかまた寒い空気になってまいりましたけれども、会場はとっても今、うん、ビール祭りで盛り上がっております。ああ、羨ましいです。いいな。あ、みそえ。はい。最後に、スケルタイ。チーム、シャチホコということで、以上、盛り上がっている青森王国から、川口社長をお招きいたしまして、中継お届けしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今ちらかしてる。トリプルエイトよろしくお願いいたします。トリプルエイト。はい、対面材が好きな味噌煮込みスキーさんでした。
あしが社長真面目すぎだよ。真面目だね。いややっぱ、うん、いきなりラジオで喋れって言ったらやっぱ緊張するんだよ、ね、緊張するよ。そうだよ。僕なんかが麻痺してるだけであって冗談は見返してたけどなんかかわいそうだったよ。もみさん意外としつこかったっすよ、うん、だからだからもうスケベハゲや。誰か八並みの電話番号売ってあげてください。譲ってください。トリプルエイトさん、トリプルエイトに、トリプルエイトにグループなかったか、あれはトリプル A, トリプル A だね。あ、トリプル A、はい、やったんや。そういうメール来てる。あ、来てるよ、いっぱい来てるよ、はい、ありがたいですね。メール来ちゃってますよ。フリムーンラジオにお集まりの皆様、名古屋の皆様こんばんは。こんばんは。東京から世田谷のコーラゼロです。コーラさんよろしくお願いします。書きかけのメールを急遽まとめ上げました。好きな体1、うつ伏せで肩甲骨の付け根あたりをグリグリ。2、横向きで肘を使って座骨神経あたりをグリグリしてもらう。この体ランキングはもしや痛肝がなんともって、マッサージで気持ちいい姿勢のことじゃないって、てんてんてん。これまた失礼しました。では最後まで放送ちばってください。はい、ありがとうございます。みんなうまいわね。要はマッサージのポーズって、マッサージで痛肝、痛いけど気持ちいいって。コーラーさん選手沖縄来てたんですよ。うん、あのリューティーの、はいはい、サートの、パレットくも字の屋上のビアガーデンでやってた日がぼっち、うん、あ、はいはいはい、に一泊二日ですよ。わお、すごいね。あ、すごいさ、好きやさ、大ファンなんでしょうね。すごい。はい、行っちゃうよ。はい、無事に届いてますかねと来たのがラジオネーム鶴ヶ島のカズニー。カズニー来てるよ。はい、はい、フリーレジパーソナリティの皆さん、名古屋チームの皆さんこんばんは。今日のテーマ好きなタイですね。ストレートにアーンの好きなタイはドッグスタイルです。女性の背中からお尻までの綺麗なラインを見ると頑張っちゃいます。下ネタですみません。あ、いやいや、もう待ち望んでましたなんかいわゆる、ドギースタイルってやつですね、うん、ストレートに来てなんかすごいね、好感が持てます。好感が持てます。逆に、うん、下ネタなのに好感が持てました。はい、来てるよ。フリムーンネームエイミー姫です。はい、姫、はい、エイミー姫になってくるかね、うん、今日のテーマは好きなタイですね、うん、私が好きなタイ、斜め横に抱っこする形です。あ、なんか無駄やけど斜め横に抱っこに。大丈夫、もう何とも言えません。とてもとても癒されます。大好き大好き、マロンちゃんかっこ猫、ほほずり、ね、パパさんはそばに来ちゃダメダメよかっこ笑って。ではマロンちゃんを抱っこしたタイでラジオ聞いていますねって。エミさん、今日のトークうまいっすね。エミ、思わせぶりだな。本人を知ってるだけで最初ドキドキしましたよ、うん、出だしなかなか難しい、うん、斜め横に抱っこ、抱っこしているタイってことですね。斜め横、斜め横、横にして、あ、斜め横ってちょっとあの赤ちゃん抱くみたいな感じで、うん、手にくってみて、猫がこんなに抱くと喜ぶさそうなんだ。あとしんちゃんいつもこんなしてるのかや、うん、斜め横じゃあ、あの両足と尻尾をこうやって片手で持って、うん、口に乗せて斜め。猫さん、これ広げます。あー、ごめん、抱っこ、猫の抱っこの仕方ね。うん、したら喜ぶわけ。もうね、猫さんもね、猫すら抱っこしてないからね、最近。そう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 、うん、え、ダッチがそれ、南極に行こうかねあれいらん、あれはもう見せんよ。タンスから足出てる中あれはい、え、待って、タンスから足出てるの、はい、ワイチキンスって簡単に言うな。もう、モミのオタク訪問の結果がこれないものをな。エコさんち、いいサイズ通るあれ。エコさんちにあるあるよあるよ。いや、あるじゃない、いるでしょ。いるいるいたいた方がいいかな、逆に欲しいな、うん、しかも2人だそうですよ、うん、風が吹いたら飛んでいっちゃう。2人もいるわけ、口開けたままか、はい、2人ともなんで口開けたままか、びっくりした口口は怖いよ。モーミーよく知ってるということは、モーミーの家にあるということだね、いるんだ、モーミーの家にがいるということだね。はい、ね、台風の日に外飛んでた、はい、くない。以上です。あ、以上。いやたまにはこういう砕けたテーマもいいんじゃないですか、ね、やばい、はい、ね、というわけでちょっとサクッと告知いっちゃっていいですか、うん、はい、池部さん、じゃあこれツイキャスの画面に向かってはいビョーンってしてください。はい、11月3日ダンススタジオエアヘッツ第5回発表会があります。この番組のリスナーでもあるつよぽんがインストラクターをしていたダンススタジオの発表会が11月3日西原町のキラキラビーチ向かいにあるムーンテラス上がり咲き音楽堂にて開催されます。ゲストに日本を代表するダンスチームビーバップクルーからピートさん、なんと元ダパンプで現在は流ユニットで活躍するケン、
赤い服でジャズダンスを踊る異色の芸人ヤッホヤッホヤッホマイケルの3人がやってきます。ああドンマイケルですね。そうで席に限りがありますのでマユイケルのみの発売となっております。中学生以下1000円、高校生以上1500円。この値段でビートさんとけんなんと今回歌うとか歌わないとかみたいな感じでございます。チケット共有、チケット購入希望の方はコス、違うわ。それからエアヘッズ沖縄で検索するとホームページが見つかるので送ってください。あとフェイスブックでつよぽんとつながってる皆様直接連絡取っても全然大丈夫でござります。以上です。はい、うん、まだ時間ある、大丈夫、まだ時間ある、大丈夫で、ちょこっと紹介、このピートさんという人がですね、なんと日本のダンススタジオで日本一の生徒数売り上げを誇るフレックスのオーナーさんであり、2006年に行われた世界バレーのオープニングの振り付けを担当しております。まあそのケンさんはもう皆さんご存知の通り無理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 の人ね。イフで、ああ、イフで無理無理担当してる、雪なりとともに元全国区で、はい、元とか言わないの人です。皆様ぜひぜひ興味のある方は行ってみてくださりませ。以上告知でした。はい、うん、はい、終わり、あ告知終わり、じゃあついでに来週のテーマ言っちゃっていい？はいどうぞ。はい、嫌いなタイでしたっけ。たのつく、たのつくテーマだぞ。来年、来週もか、うん、はい、来週のテーマは大金。え、大金、大金持ち、全然な、全然、うん、全然宝くじとかあるから、なんかあ、全然こう、大金、こんな人よ、人、今まで一番この金額を手にしたことがあるとかとか、あ、今までの人生でこれぐらいの大金の額を見たとか、額をちょっと持ってたよみたいな、私の中ではこれいくらが大金ですとか、うんうん、そうそうそう、だからまあ、あとはもうお金にまつわるいろいろ、車買うときは現金派だとか、あ、うん、大きい買い物も絶対現金では払うとか、ね、そうそう、大金って字面大金に見えますね、うん、大金ウィービン、ウィービンの、あ、いいね、いいね、そっちで来てもいい、攻めてもいいよ、攻めたい人は、近辺にルービー、ムルウガン不足をしや、ウヤファーフジかわいそうです、ね、見えるよ。で、さっきの告知、うん、つよぽんから、はい、ぐだぐだやん、で、うん、なんか長いだけどありがとうねってよかろうよ、よかろうもんよ。はい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 、あれですね、うん、誰だったっけ、うん、パールディスニーさんからもう早速、うん、来週のテーマ、おっと、来て、うん、すっからかんって大金やったよ、もう何に使ったのかなって持ってる人に限ってそうやって言うの、ね、分かってる。ああなるほど、うん、あ、持ってる人に限ってそうやって言うんだから、ね、あ、今日帰りなんか怒ってもらおう、本当だ ね、うん、はいはい、じゃあどうしますか、ということで、うん、ちょっと最後、じゃあちょっと報告、うん、はい、はいはいはい、はい、ですね、最後に骨折さん、ちょっと自分の方から、はい、はい、突然ですけども、3年間フリームーンラジオ番組を応援していただきまして、ありがとうございました、これからもフリームーンラジオ番組をよろしくお願いいたします。私、本日をもちまして、骨折はフリームーンラジオ番組を降りることにいたしました。道で見かけることがありましたら気楽に声をかけてください。今までありがとうございました。はい、ということで、はいはい、道で見かけたら声かけるかね、うん、石投げるかしてもらえれば、うん、お疲れさまでした。やりましょう、笑顔で返すと思います。石がいいの、ま、と別のできたら陣投げてね。それはもったいないからやらない銭形大金だ、拾ってあげるんだ、ないよ、500円だと思ったら仕事のメダルとかね。できたら髪がいいな。あと BB 弾でもいいそうですよ。あ、 BB 弾ならいっぱい持ってる。わがちゃん、あら、おちかび持っちゃうさ、おちかび。よろしく。あ、じゃあ、ゆきちでお願いします。パチンコ玉でもいい。怖い怖い怖い。浦添ののりさん、北海道のじゅんちゃんさんから、骨折さんお疲れ様でした、うん、と、うん、もう早い反応がありますよ。キープで、ゆきちでお願いします。銀の太郎さんが、うん、ゆで卵でもいいかって。できれば生卵がいいと思います。あら、投げるなら、うん、しかもダチョウの。
やばいでしょそれ。大きいな。はい、二万長老さんからも、うん、あのお疲れ様でしたっていっぱい、うん、すごいね。うん、あのガラスの青年さんが、うん、池辺さんペンキがいいって。ガラスもあんま拾わないほうがいいですよ。あ、本当？こいつリアルでも追加するもあんまり何言ってか分かんないですよね。酒飲んでる時得意ですよ。あ、俺も意味わからなくなる。はい、ってよくとて、はい、今日の、はい、担当、はい、MC モーミー。はい、一番好きな隊は筋肉バスター、イケペイでした。はい、今日の話は全然わかんなかった、シロコでした。ちゅうか、あと1分あるんだけど、はい、来ない、うん、はい、骨折でした。はい、骨折さん、お疲れ様。お疲れ様でした。はい、じゃあ、ミキサーのエコザイルでした。うん、ありがとうございます。はい、来週。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ディスラと一回飲みたい。